真央先生、はい、なんだねこのドラプラというやつは。今日始まったやつですよなんだね。ドラゴンプラントが並びます。いるのかねそんなものあのペンドラの里でペンドラを大量収穫した場合に1個進化させた方が合成経験値が厚いってことで、そうだね、みんな貯めてるらしいんですよ。そのための進化素材としてあったらいいんじゃないって言って山本さんが結構前につぶやいてて発生しました。木曜ダンジョンと何が違うんだね。確かに確かに木曜ダンジョンでドラゴンプラント落ちやすくするっていうのも1個あったと思うんですよ。キャッハすればいいのか。私はここでキャッハして魔法石もらえるんですよ。おお、それ熱くないですか。取り返せる。私今日アンケートダンジョン3結構諦めつつあるけど、それでスタミナ回復したらアンケートダンジョン3いける。おお、いいじゃないですか。よし、じゃあそんなわけで私ドラゴンプラントでキャッハしていい。キャッハ、キャッハする。いくぞ、スタミナは15、はい、じゃあこのパーティーで行こうかな。おお、家具槌で100ハーすると見せかけつつ、この私自身のベースのパーティーはこの半端な回復タイプ。すごい。ただアマテラスは究極進化しないと回復タイプは使わない。そうか、まだただ紙状態ですね。そしてヒカリンも進化前だと回復タイプ使わない。あ、なんで。いや、なんか私の予備軍。そう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 、この絵でこの組み合わせで完成させたいわっていう。なるほどなるほど。あの未来予想図。未来予想図。そう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 。あ、他にも見せようか。未来予想図、はい、未来予想図。ブリパ、ブリパ、未来予想図。未来予想図。火と水と光で同時攻撃、うん、でブリが進化して最終進化で富山の王者になったら3倍だから。おお。で火が液度なんでしょ、はいはい、で光を3枚、これが私のブリの未来予想図。村井予想図。村井予想図。今マミルトン先生の失笑を誘いました。参るか。はい。私これでヒャッハーできるのかい。行ってみよう。本当にドラプラや。うん、おい。ドラプラいらない。全く私今使いどころない。うわあ！本当にこんだけ？え？本当にこんだけこれ？本当。マジ。とりあえずでもこれで魔法石1個もらえるの。そう。すごいな。完全勝利。田口さん素晴らしい。どれ？見ようか、報酬を。見ましょう。初クリア、魔法石1個。ありがとうございます。ゲット。本当だ、ドラプラ4つ。大発生。ああ、そうか。ペンドラを進化させるためには、あのルビドラとか、そうですそうです。あれがいるんだよね。はい。ボックスに余裕はないぜ。私のボックスに余裕がないぜ。じゃあ。以上ドラプラでございました。魔法石1個増えたね。ありがとうございます。ありがとうございます。